はいさい。はいさい。はい、本日はですね、はい、みんなが大好きこちら。みんな大好き、はい、なんですかこれ。ロケットストーブ。そうですね、これめっちゃ高火力出るんですよ。高火力出た、このストーブ。はい、はい、ちょっと他にも用途があるんじゃないかということで、なんかチャーハン作ったんですよね、これで。はい、チャーハン作って、はい、他にも料理したいねということで、はい、今回ですね、これを使ってタンドリーチキンを作ろうかなと。タンドリーチキンってあれだよね、香辛料がたっぷり入ったチキンだよね、はい、そうですね、あれ名前当たってるよね、タンドリーチキンでね。タンドリーチキン立ってる、あの今やるのね、はい、あれはタンドリーチキンですよ。これ今こうあるわけですよ、うん、これで焼くんすか。今ね、こうあるじゃん、今こうあるじゃん、ここに。あ、これが上ね、上ね。はいはい、こうやって引いてるね。引いてるじゃん、こうやって。出ますね。この火を使って他に料理ができないかっていうことで、うんうんうん、ここにね、はい、筒状のやつ置くんですよ、こうやって。筒状のやつ置いて、うん、ここからチキンぶら下げてもいいんじゃないかっていう。タンドリ、まあ、これでちょっとやってみようかなっていう。筒を作るってこと。一回筒を作って、うんうん、はい、まあ、何なんですかこれは。ちょっとね、図その1なんですけど、今回、まあ、ここに例えばこう筒作るじゃん、こうドラム火くるじゃん、ちっちゃまあまあまあ、例えばね、例えばですけどね、うん、ここに枠作っても、うん、あまり熱くならないんじゃないかってことで、薄いじゃん。筒を二重構造にして、うん、その間に、うん、ここに、前回使ったファーライト、断熱みたいなやつかな、なんかあるじゃん、うんうん、あいつをこう入れると、そしたら、うん、こっちほっかほっかなるのかなっていうねはい、ということでね、こう二重構造ね、はい、まず、二重になるように、はい、まずちっちゃい筒とで大きい筒、うん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 、でその間にパワーライトを入れる。やっていきましょうか。はいはい、急遽カメラマンします、お仕事です。はい、ということでこれ60ですね。はい、60センチ、うん、マイクの音が聞こえます、うん、マイクの音が、これはまさか安倍氏なのか。ガンタンクだガンタンクだ安倍氏じゃないじゃあ60にそのまま線引いてもらっていいですか。336たちが作るのを信じて、もたちは仕込みしとこ、応援もしつつ、あのチキン作っとこ。チキンの応援、うん、チキン、よっしゃ、仕込み、仕込みよろしいですか。ありがとうございます、お願いします。じゃあ中で作っていきます。はい、お願いします。はい、これでは調理編です。はい、こんにちは。こんにちは、こんにちは、探偵団です。こんにちは、こんにちは。はい、じゃあタンドリーチキンのね、はい、シーズニングパウダー使っていきます。はい、お願いします。もうこれ、ある程度火から消すか。どっちかっていうと、匂い系。あ、香り、うん、味も、ちょっと待って。はい、はい、じゃあヨーグルトですね。はい、ヨーグルトですか。ドロドロやね。はい、はい、じゃあナツメグね、ちょっと、はい、お願いします。追加で入れて、これ混ぜて、あとは漬け込んでいきます。はい、お願いします。で、これの中に鶏肉をぶち込むという作戦に我々は出ました。はい、できました。こちらですね。はい、じゃあこれをちょっと準備できるまでつけておきたいと思います。はい、さあ、切れたか？切れたか？せーの、うん、おー、じゃあいいね。で、ちょ、これをこう筒みたいに丸くしようっていう感じですね。じゃあ、これもちょっと行ってみますか。まず閉めると、で、こっちも閉めて、うん、で、穴開けて、そう、止めるんですね。復活してたなんか。いや、企画部でしょ。僕は高校の時はやってましたけど、中学校の時は企画部ですね。高校何やってた？テニスじゃん。あ、テニスか。炭酸力は？え？帰宅部以外ないじゃないですか、俺。中学校の時にデブっていうのをやってたんでしょ。そう。僕、中学校の時にめちゃくちゃ太ってて。マジ？そう、めちゃくちゃ太ってて。あれ、太ったっけ？身長も150ぐらいだったかな。うん、150ぐらいで、うん、体重ももう60キロ。まあ、今みたいな感じか。うん、60超えてたかな。結構もう、もうぽっちゃりっていうよりか、もう太ってる感じ。太ってたっけ。で、俺それ以上太ってて、先生が、まあ、このままだったらやばいぞっつって、う
うん、で、じゃあ走ってみるかっつって、うん、一緒に部活みたいにするかっつって、あ、いい先生だ。それで、あの、1年間、うん、あのデブっていう、デブっていう部活にしようぜっつって、ね、とか言って、うん、面白いですね、やりますかっつって言って、うん、先生も一緒に働く、先生も一緒に走ってた。やばい、超いいやつ。毎日先生も一緒に走ってた。いいやつ。いいやつ、めっちゃいいやつ。いい先生だったよ。とってもいい先生、もう金髪先生みたいな先生だって。あ、熱い先生だった。うん、で、俺もその先生を見て、あ、将来公務員っていいなっつって、まあ、なれなかったっすけど、あの先生、教師っていいなと思って。なんかあれだな。はい、じゃあ穴を開けます。はい。はい、ちなみにこの穴を開けてボルトとナットを通します。通します、はい、通します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 。開けたんで今この4箇所。大きさは大丈夫なんだよね。大きさは多分大丈夫だと思う。多分多分という廃材らしくて好きだと思う。多分大丈夫だと思う。どうですか、大丈夫ですか。あ、多分大丈夫だと思う。大丈夫ですか。うん、はい、ビス出ました。こんな感じですね、穴は。綺麗だね。で、これの上に周りにさらにそうそう、もう一種ね。この同じのドラム、あ、ドラムじゃない、簡単に言うと、これより大きめのやつをもう一種、うん、そうね、20ほど、ラブ20目ですね、はい、こんな感じだね。こんな感じ。お、見て、いいんじゃん。お、いい感じ、いい感じ。はい、今ね、これできてるじゃないですか。うん、ここにチキンをかけれるために、うん、ちょっとあの、なんか金具みたいなのつけようかなと思って。これはなんていうやつですか。これはまあ交換のチーズ、ティーに、うん、この便利感ニップルっていうこのネジをつけて、便利感っていう呼ばれるこれを入れるんですね。これを、うん、こうやって、あ、いい感じに曲げて、うんうんうん、そしたらここにかけれるんですよ、ピッて。チキンをね、うん、大体でいいですよ。大体でいいと思う。大げさ。はい、これを、うんね、はめこのくぼみをね、今から作っていきます。お、穴開けましたか。穴開けた。じゃあこれに、はい、早速はめていきましょうか。これで乗せるのか。するかみたいな、こんな感じ。本当はもっとね、いい感じの隙間になると思ったけど、切れないんけにしたかったね。うん、ちょっと時間と具材がなくて、これで乗せてみよっか。はい、じゃあいよいよこいつ、前回も使ったパーライト。パーライト、はい、これアイドニングフォーのコーナーですね。はい、いいぐらいかも、これ、うん、で、あいつも、ね、こんな感じですね。はい、こんな感じ。はい、鶏肉を吊り下げるフック作り。いけるか、安倍氏、グテいけるか、いけるか。これいけんかったら人間やめたわけだろ。これいけないのか。さあ、いけるか、どうだ。俺立てる、すごくない、俺立てる。それでも切れない、すごく、え、やばくない。いくよ、せーの、いさあ、人間やめるバーサス、さあ、絶対人間をやめたくない、アビシト絶対に人間をやめさせたい。針金の熱き戦いが今始まろうとしています。さあ、どっちが勝つのか。アビシ、今のところ不利だぞ。さあ、どうするか。見ろ、笑った。これ確かもう一箇所切る場所、なんか曲げるみたいなのがあったんだよ。あ、気づいた。お、見えたか。気づいた、気づいた、気づいた。気づいたか。これ、はい、ほら、カメラで見つかるんで、はい、この奥の方で切ろうとすると隙間があるんですよ。そうですね、ここでストップしちゃうんですよ。そうそうそう。なので、なので、ちょい浮かしての、はい、ここだな。これでやってみるとどうなんでしょうか。あら、切れちゃった。79キロでもいけた。はてか、ほ、あんなやろかっきれる。落ちないでしょ、絶対。絶対落ちないでしょ。絶対落ちない。超 S 字カーブにする。これ、超 S 字カーブ。これ絶対落ちない。これ絶対落ちんだろ、これ。クリップみたいな。絶対落ちない。え ?S ちゃうやん、もうこれ。もう無限。そう。もはや無限さ。インビリティフックやん。もはや無限。無限じゃない。このレベルで。いいんじゃん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 。あとはじっくり火を入れていくだけっすね。はい、はい、チキン下げない。チキン下げないよ、これ。チキン下げない。ちょっと今ね、カレー粉出そうって思ってみんなで火入れたんですよ。見てください、火入れた結果こんなんですよ。チキン下げない、チキン下げない、チキン下げないよ。一回してみて。カレー粉あげすぎた、これ。あげすぎたな、これ。これみんな火が大好きってこと。うん、どういかける。あ、いい感じ、いい感じ。カムチ売ってるよ、大丈夫。あ、もうそうだな。大丈夫、手袋持ってくるよ、待ってよ。え、いいね。大丈夫か。おし、サムネオ。やばい。
めっちゃジュージューしてる、うん、いい匂い、めっちゃ美味しそう、ジュクジュクしてるね、ジュクジュクしてる、うん、やばっ、太ももがめっちゃ美味しそう、はい、ということで、ね、今かなりの火力が上がってきたんで、はい、こちらで焼くというね、いやすごいな、また火力ちょっと回らないと見てみ、これね、下がね、めっちゃ火力強いんですよ、で、チキンの定的に、うん、表からしてます、ね、回したりしてね、めっちゃ火出てくる、行ってね、いいよ、はい、高いところ、これ風向き次第でハローに、あー絶対うまい、はい、ということで、はい、みんな集まって、どうなってるかね、ちょっと見ようというコーナーですね、じゃあちょっと、どどどわー、おー、やばい、いいやいいね、見てみて、見てみて、こんがり焼けてる、超美味しそう、すごくない、上手に焼けましたってやったら、これ完全にヒソロ8時間やばガングルヒソロ8時間コース、早く食べて、うまそう、うまそう、やったけさん、現地の人じゃん、もう見た目がもう現地現地の人だよ、え、ストロングのマス、じゃあ、やったけ、似せてきた、今日、うん、似せてきてるから、似せてきた今日似せてきた、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、すごいね、美味しそう、すごいね、すごい贅沢、ただこれ、火と切って、うん、めっちゃ赤だったら、うん、ここモザイクかかって、ご視聴ありがとうございます、ね、なっちゃうけど、湯気、湯気めっちゃ出てる、どうなってんの、あ、なんかサクサクいった、お、すごい、頼む、あーあらー、完璧、やばー、すごい、これできましたね、これはすごい、できてますわ、赤い部分が全くない、美味しそう、これうまいだろ、火通ってますわ、これ食べやすい足だから、絶対間違いないやつや、はい、まあ、でも全然ありますけど、うん、うん、あ、顔でもなった、最高だな、これうまー完全に火通ってますわ、めっちゃうまい、お、すごい、見てこれめっちゃいいやん、サンサーの子のとこ見ていい、ちょっと、うん、おー、皮食べていい、皮食べてみごらん、うん、パリッシュ、どうも、めっちゃ OK してるよ、切れます、うまっ、なんか、何もさ、切る人が一人しかいない、いただきます、あ、これ、これ、はい、うまっ、はい、肉汁がスープカレーかって思うぐらいカレーの味です、あれだよね、この香辛料つけてるから色濃く映るけど焦げてないでしょ、多分、そう、全然焦げてない、うん、皮だけ食ってた、焦げてるわけじゃない、うん、これ、うん、ちゃんと苦さとかがなくて、ちゃんと香辛料の味、美味しい、うん、はい、ということですね、今回、ロケットストーブを改良して、うん、タンドリーチキンを作ってみたでした、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございました。